はい。はい。はい。ねえ。はい。ねえ。筋肉マン。失礼しました。失礼しました。筋肉マン大雑、改め、田中の平津口、第171回。ね、今日は1月の4日、1月の4日ですよ。ね、筋肉マンが新しい最新回が更新されましたので、ね、筋肉マン考察改め田中の減らず口ね、お送りしてます。昨年末からちょっと田中安全プロレス大放送の全コンテンツが更新されていないとね、一体どうなったんだと見ての通りなんですけど昨年末から、12月の30日ぐらいから風邪をひいて、でもう寒気と、咳と寒気と咳とちょっと熱もあったかもしれないんですけど、30日、31日とね薬を飲んで寝てたら、まあ寒気と熱は引いたんですよ。ただですね、この咳がですね、もう全然止まらないんですよで咳でね、喉も痛かったんですけど、それは1月の1日の夕方にね、もう閉店寸前のイオンに行ってですね、なんとか強力な喉薬を買ってですね、で喉の痛みは取れたんですけど、まだこうやって咳が出て、今もうでもさすがに4日だから大丈夫だろうと思って、ちょっと今カメラの前で喋ってみたんですけど、声を出そうとしたら咳が出るね、非常にこう声を安定させることができないという状況です。ね、というわけで、ね、前回の動画にお寄せいただいたコメントの紹介させていただきます。過去のぞむさん、ね、いつもありがとうございます。コメントの方ですけど、田中さんの動画はバズってほしいですね。ね、ありがとうございます。そうですね、今田中安全プロレス大放送って週に3回のトーク動画にちょっとね内容を変更させていただいてるんですよ。まあいろいろですね、他のいろいろな動画もあったんですけど、なんかYouTube の運営から収益化についていろいろ言われてですね、収益化が止まってた時期があってですね、もうそれならというのでですね、もう絶対にもう問題のない動画というのは、もうこうやってカメラの前で喋っている動画が一番じゃないのかという結論に達してですね、今ね、もう随分前からですけど、週に3回のトーキング動画になってます。まあどの動画もですね、1回アップロードしたらですね、まあ、大体700、800回ぐらいね、どの動画も再生してもらえるのが一番嬉しいんですけど、700、800回まで行くやつ動画って木曜日に配信しているうつ病52歳派遣のおっさんがですね、まあまあそれに近いね数を叩き出します。
ね、なんであの動画が人気あるのかよくわかんないんですけど、ね、全然ね、編集も何もなしで垂れ流してるだけの動画なのに不思議なもんですけど、まあ、その辺のね、 なぜあの動画だけが人気があるとも、まあね、まあ、それは他の動画に比べてこう再生数が多いのかというのはですね、まあ、こういろいろ分析しながらこう、ね、分析したいと思います。はい、というわけでですね、コメントの方は以上です。それではですね、最新回筋肉マン第437話がですね、今日1月4日更新されました。第437話五大国の依頼の巻ね、予想通りね、予想通りというか私の予想ではこの状況で、調和の神たちが現れるんじゃないのかというあれだったんですけど、思わず思いっきり外れて、その現場には何でしたっけ、パピオンマンですっけ一人だけが残って、で彼を倒すために残った連中が切磋琢磨するみたいな展開になってきましたね。そこに、マリポーサが、参戦するみたいな、ついにマリポーサが参戦。ではもうね、もうここでねマリポーサが勝つとは誰も思わないでしょうね100% 負けますねこれで、まあマリポーサが負けたところで、次どんな展開になるのかと言ったら、まあそこで調和の神たちがそこに現れて、でその中でもロビンマスクが、まあ俺が席、あ、絵が出ました失礼しました、ロビンマスクが俺が敵を取ってやるぜということでね、ロビンマスク対、パピオンマンみたいな、パピオンマンに良かったんですかねこれパピオンマンで間違いないです。というわけですね、まあ、また来週以降楽しみですけど、まあ、次回の更新が、2024年1月15日月曜日になってます。というわけですので、次の筋肉マン考察改め田中のエラス口は2014年1月16日の火曜日になります。まあ、今後の放送についてなんですけど、映画制作一人でできるものとですね、あと52歳うつ病派遣社員のおっさんの動画もあるんですけど、それもね通常放送に戻していきたいんですけど、いかんせんね声がまだ全然ダメな状態です。まあ明日1月5日からは仕事です。1月6日は休みです。で1月できればですね1月6日にですねちょっと病院に行ってですね喉を見てもらおうと思いますね。でちゃんとした薬を処方してもらおうと思います。今日1月4日は近くの病院診療所は休みです。まだ正月休みです。というわけですね、正月早々こんなありさまですけど、今年1年間、まあ、9年中も皆さんに大変お世話になりました。
また今年1年間も、よろしくお願いします。というわけでね、筋肉マンに関する考察、予想、要望、いろいろコメント欄に書いていただければ幸いですね。あとね、筋肉マンに関係ないことでも全然大丈夫です。さっき次回をですね、1月16日の火曜日で言いましたけど、これは筋肉マンが次更新される日ですので、遅くても次回の更新、次回の、動画は1月16日なんですけど、それまでに1月10日、とりあえずね、喉をとりあえず治さないといけないんで、喋れないっていうのはこんなに苦しいものなのか。今ね、喋る声の声量をですね、今かなり抑えて喋ってるんですよ。でこれですと途中で咳が出なくて何とか喋れますので、まあ明日仕事に行ったら、このくらいのボリュームで話そうと、ね、別にこのくらいのボリュームで話しても大丈夫な職場なので、ね、ガチャガチャ機械が動いている職場でもないし、これなら通常会話は何とかできる、ね、声を出すためにゲホゲホせきなんかしていたら、ね、一緒に働いてる人も嫌だと思いますからね。というわけで、ね、今週は以上です。